こんにちは。今日はエッグベーコンが大好きな作家松本清張についてご紹介します。現代の若い世代にもぜひ知ってもらいたい作家さんです。それでは松本清張の魅力をしっかりとお伝えしていきますね。ぜひ松本清張の作品を手に取ってみてください。彼の独特な視点と深い洞察がきっと新しい発見をもたらしてくれることでしょう。松本清張。松本清張は日本を代表する作家であり、社会派推理小説の第一人者です。本名は松本清春。1909年12月21日に福岡県北九州市で生まれ、1992年8月4日に亡くなりました。貧しい家庭に生まれ育ち、若い頃から多くの苦難を経験しました。彼は新聞社や出版社で働きながら作家としての道を模索していました。1950年代に発表した小説点と線で大きな注目を集め、一躍有名作家となりました。彼の作品は社会の暗部や不正を鋭く描くことが特徴であり、多くの読者に影響を与えました。特に推理小説や歴史小説で高い評価を得ています。代表作には砂の器ゼロの商店黒川の手帳などがあります。松本清張は社会派作家としての姿勢を貫き、生涯にわたって多数の作品を執筆し続けました。その作品は映画やドラマにも多数映像化され、日本文学史においても重要な位置を占めています。小説を書くきっかけ。松本清張は幼少期から多くの困難を経験しました。彼は貧しい家庭に生まれ、裕福ではない環境で育ったため、常に劣等感を抱いていました。彼が初めて小説を書こうと思ったきっかけは、戦後の混乱期に社会の不正や不平等を目の当たりにしたことです。彼はその不正や人間の持つ闇を描くことで、世の中に何かを訴えかけたいと強く感じました。また彼が若い頃から愛読していた推理小説や時代小説が彼に小説家への道を進ませた重要な要因でもあります。読書を通じて松本は物語の力に感銘を受け、自分もそのような力を持つ作品を生み出したいと考えるようになりました。松本清張がその作品を通じて伝えたかったことは、社会の不正を鋭く見つめ真実を描くことです。彼は自らの作品を通して社会の不条理や人間の心の闇を明らかにし、人々に考えさせることを目指しました。清張は自分自身の苦しい経験をもとに、人はどんなに困難な状況でも強い意志と努力で道を切り開くことができるというメッセージを伝えたかったのです。彼の作品は単なるエンターテインメントではなく、社会に対する批判や警鐘を鳴らすものとして多くの人々に影響を与えました。松本清張は物語を通じて人々に考えさせることで、より良い社会を築くための一助となることを望んでいました。このように松本清張は自身の経験と社会への深い洞察をもとに小説を書くことで多くの人々に影響を与え、その作品を通じて重要なメッセージを伝え続けたのです。松本清張の自伝的作品反省の記は、彼の波乱万丈な人生と作家としての成長を描いた物語です。この本を通して松本清張がどのようにして苦難を乗り越え、一流の作家としての地位を確立したのかを物語形式で伝えています。物語としては清張が作家になるまでの様子は描かれていませんが、的確でシャープでありながらゆったりと余韻のある清張独特の文体は、読者に共感をもたらした神を備えた文学でありながら最高の大衆娯楽ともなっています。そんな彼の人生とシンクロさせながら紹介していきたいと思います。1. 貧困からのスタート。松本清張は1909年に福岡県の貧しい家庭に生まれました。幼少期の彼は常に貧困と隣り合わせの生活を送り、学校では周囲の友人と自分の境遇の違いに悩んでいました。それでも彼は本が好きで、時間を見つけては読書に没頭し、知識を吸収していきます。この幼少期の経験が
後の清張の鋭い社会観察力や人間の闇を描く力の基礎となっているのです。2、青年期の挫折と再起。川北電機会社での休止時代1925年頃、高等小学校を卒業後、職業紹介所を通じて川北電機企業社、現在のパナソニックの源流の小倉出張所で給仕として働き始めました。初任給は11円で、掃除やお茶組み、使い、走りなどの仕事をこなしながら、帰宅後には書店で立ち読みや貸本屋で本を借りて読む日々を送りました。文学への関心。松本清張は1516歳の頃から文学に夢を託し、芥川龍之介をはじめ菊池博史や岸田國男などの作品を愛読しました。休日には図書館に通い、森鴎外や夏目漱石、田山花袋、泉鏡花といった文豪たちの作品や新潮社版の世界文学全集を熱心に読み漁りました。また雑誌新青年で翻訳探偵小説の面白さに開眼。国内では江戸川乱歩の出現に同目、作品を愛読しました。挫折とさらなる挑戦。1927年に川北電機出張所が閉鎖され失職した清張は、地元新聞社への就職を試みるも学歴の壁に阻まれました。この頃家業も悪化し、家族で露店を営む生活に追い込まれました。それでも文学への情熱は消えず、地元の文学サークルに参加し、短編の集作を書き続けました。その後高崎印刷所で石版印刷の見習い校となり、版下の描き方を学びつつ広告図案の面白さを知りました。しかしプロレタリア文学に関わる仲間の影響で一時赤の容疑で留置されたこともあります。この時父によって蔵書が燃やされ、読書を禁じられるという挫折を経験しました。松本清張のこの時期の経験は後の作家活動に大きな影響を与え、彼の作品における社会の不正や人間の闇を描く姿勢につながっています。1943年、大東亜戦争下で久留米の広告部衣装係に正社員として勤務していましたが、その仕事内容は独創性がなく学歴差別もあり、退屈で空虚な時期を過ごしました。彼の楽しみは図案家仲間とのポスター展示会や北九州の遺跡巡りでした。1944年には教育召集で来る米の陸軍に入隊し、3ヶ月後に臨時召集を受けて第86師団歩兵第187連隊に配属されました。その後朝鮮半島の竜山に駐屯し、衛生兵として医務室勤務をしました。戦況の変化でニューギニア行きが中止になり、1945年にはいくつかの部隊を転属しながら衛生兵として任務を続け、終戦を迎えました。終戦直後の生活。1945年10月末、北九州市小倉に居住。家族が疎開先の佐賀県神崎町から帰還し、朝日新聞社に復職。クロバル英断の元兵器工場の工員住宅に住み、砂津の朝日新聞西部本社まで歩いて通勤。20坪前後の敷地に一家8人で生活していた。新聞のタブロイド版と活字広告だけで仕事が少なく、生活が困難だったため、わらほうきの仲買のアルバイトを開始。佐賀地域の農家からわらほうきを仕入れ、小倉近辺の荒物屋に卸した。活動範囲は広島や関西方面にまで広がり、京都市や奈良市、飛鳥地方の寺社も見学した。1948年頃に卸売業が復活し、わらほうきの仲買いが成り立たなくなったため、印刷屋の半下描きや商店街のショーウィンドウの飾り付けなどのアルバイトに従事、生活費を稼ぐために観光ポスターコンクールにも応募していた。3、作家としてのブレイクスルー。処女作木村木の小説研究16校を座右の書としていたが、もともとは作家志望ではなかった。生活のためにアルバイトなどをしていたところ、週刊朝日の懸賞小説の応募を見つけ、賞金目当てにいとまを見つけてはシャープペンで小説を書き続ける。
1951年に書いた処女作「西郷札」が週刊朝日の100万人の小説の3等に入選、清張が朝日新聞の職員だったということもあり3等になったという説もある。この作品は第25回直木賞候補となった。この年初めて上京、全国観光ポスター公募でも天狗祭が推薦賞を取った。芥川賞受賞。1952年、木々高太郎の勧めで三田文学に記憶ある小倉日記伝を発表。1953年にある小倉日記伝は直木賞候補となったが、後に芥川賞選考委員会に回され、選考委員の一人であった坂口安吾から激賞され、第28回芥川賞を受賞。上京。1953年12月1日付で朝日新聞東京本社に転勤となり上京。当初単身赴任となった清張は翌年7月、小倉から家族を呼び寄せ、東京練馬区に転居。本格的な作家活動。1956年5月31日付で朝日新聞社を退社。以後、作家活動に専念することになります。1955年から張り込みで推理小説を書き始め、1957年に短編集画を第10回日本探偵作家クラブ賞を受賞。同年から雑誌旅に点と線を連載する。翌年刊行され、目の壁とともにベストセラーとなった。清張以前、清張以後という言葉も出て、清張ブームが起こりました。その後も執筆量は衰えず、現在でもドラマや映画でも何度もリメイクされ、おなじみのゼロの『笑点』、砂の器、黒いが、シューカゲロウエズなどを発表。執筆量の限界に挑んだ清張の多作は同時代の作家にとっても驚きであり、種々の憶測も呼びました。作家の平林太鼓は韓国の雑誌思想会1962年8月号に朝から晩まで書いているんですけど、何人かの秘書を使って資料を集めてこさせて、その資料で書くだけですからね。松本といえば人間ではなくタイプライターですと発言した。これに対し清張は事務処理をする手伝いの人が一人いるのみで事実に反すると反論。しかし後、詩を書くことが困難となる処刑となり、以後は口述筆記をさせ、それに加筆するという形になりました。4、社会派作家としての使命感。成功を収めた後も松本清張は社会の不正や人間の弱さを鋭く描き続けました。彼は作家としての使命を社会に対して真実を伝えることと考え、常に現実に目を向けることを大切にしていました。この姿勢が多くの読者に感銘を与え、彼の作品が時代を超えて愛され続けている理由の一つです。若い世代へのメッセージ。半生の木は百況に負けず夢を追い続けることの大切さを教えてくれます。松本清張の物語はどんなに困難な状況でも自分を信じ努力を続けることで道は必ず開けるという強いメッセージを若い読者に伝えます。彼の人生は挫折や苦難を乗り越え夢を実現するための教訓に満ちています。松本清張が伝えたかったこと。松本清張がその作品を通じて最も伝えたかったのは社会の真実を描くことの重要性です。彼は社会の裏に隠された不正や不平等、人間の弱さを暴き出すことで読者に現実を直視させました。彼の作品は娯楽としてだけの小説ではなく社会に対する鋭い批評でもありました。さらに松本清張は人間の意志の強さや逆境に立ち向かう力の重要性も作品を通じて訴えています。彼は自身の苦しい経験からどんな困難に直面しても努力し続けることが成功への道であると信じ、その信念を作品に反映させました。この物語を読むことで若い世代は自分の夢を追いかける勇気と希望を得ることができるでしょう。半生の木は松本清張という一人の作家がどのようにして彼自身の人生を変え多くの人々に影響を与える存在になったのかを知るための貴重な一冊です。ご視聴ありがとうございました。